こんにちは、中央区です。今週のラインナップです。区内のイベントや出来事をお伝えするトピックスでは、緑の中央区へ区民フリーマーケットの様子を、区政情報をお届けする中央ブックマークでは、令和4年度区内共通買い物食事券ハッピー買い物券の販売について、特集は新たに登録指定された中央区民文化財についてご紹介します。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの高井英子です。4月も後半に差し掛かり、区内の公園を彩る花も初夏の装いへと移り変わりつつあります。そこでこちらの映像をご覧ください。まずご紹介するのは、月島2丁目児童遊園の右近桜。桜の中でも黄色い花が咲く珍しい品種です。咲き始めの頃の花は黄色みがかっていますが、時間が経つにつれてピンク色を帯びてきます。また開花の時期とほぼ同時に葉が開き、花と葉の共演を楽しめるのが特徴です。続いては佃三丁目児童遊園の様子。こちらは枝がしなるほどに花をつけた八重桜が満開を迎え、通りがかる人の目を楽しませていました。最後はこれから見ごろを迎える藤の花、区役所横の築地川亀井橋公園内の様子です。藤は日本固有の植物で、桜と入れ替えに咲く春の代名詞として愛されています。これからの季節、区内の公園では花壇の草花や新緑を楽しむことができます。なお、区ではこのような季節の草花や風景など中央区の旬を伝える写真を募集しています。お寄せいただいた写真を区ホームページ中央区いいとこ取りのコーナーで紹介していますので、ぜひご投稿ください。詳しくはホームページをご覧ください。それでは続いて、新型コロナウイルス感染症に関するお知らせです。区では現在、12歳以上の区民の方を対象に3回目の追加接種を実施しています。接種時期は2回目の接種完了日から6ヶ月後、対象の方へは接種券を発送し、予約を順次受け付けています。また5歳以上11歳以下の方が対象の小児接種も順次行っています。1回目の接種後、体調不良などにより2回目の接種を受けられなかった方は、土曜日の午後5時から6時まで強化スクエアで接種を受けられます。なお、接種会場は対象年齢によって異なりますので、接種券同封のチラシ、または特設サイトでご確認ください。区民の皆さんには引き続き、3密の回避や手洗い、マスクの着用など基本的な感染防止対策の徹底と、日頃の体調管理をお願いいたします。続いて今週のトピックスです。4月16日土曜日、勝どき1丁目の月島第二児童公園で区民フリーマーケットが行われました。このイベントは会場近くの黎明橋公園で、芝生の管理を通じた地域づくりを行っている区民ボランティア団体、育てる芝生育芝プロジェクトが行っているもので、今回3年ぶりの開催となりました。天候が心配されたため時間を遅らせての開催となりましたが、およそ100の出展者が参加し、会場はにぎわいました。ブースには子どもが大きくなり使わなくなった洋服やおもちゃ、手作りの工芸品など、フリーマーケットならではの多彩な商品が並びます。4
出店した方も来場した方もコミュニケーションを取りながらイベントを楽しんでいました。女の子のちっちゃい子たちがいっぱい物を買ってくれて嬉しいです。天気も晴れてすごい会話しながらできるんで楽しいです。家庭で不要となったものを持ち寄り、必要な人に譲るフリーマーケット。生活の無駄をなくすことは、環境への負担も軽減することにつながりますよね。ここまで区内の話題をお伝えしました。続いては区政情報をお届けする中央ブックマークです。今回は令和4年度区内共通買い物食事券、ハッピー買い物券の販売についてです。区では新型コロナウイルス感染症により影響を受けた区内の事業者を支援するため、区内の小売店やサービス業で使用できる区内共通買い物食事券、ハッピー買い物券を販売します。購入対象者は、令和4年5月13日において、16歳以上の区内在住・在勤の方、1冊1万2000円分の買い物券は、20% のプレミアムがついて、1万円での販売になります。購入は1人1回限りで5冊まで、分割購入はできません。購入には事前にウェブサイト、もしくは郵送での申し込みが必要となります。それぞれの申し込み期間、申し込み先はご覧の通りです。申し込み結果の通知時期は5月下旬ごろ、券の発送は6月下旬を予定しています。買い物券は取扱店として登録した店舗でのみ使用できます。詳しくはハッピー買い物券コールセンターにお問い合わせください。続いては特集です。今回は新たに登録・指定された2つの中央区民文化財について、郷土天文館タイムドーム明石の学芸員が解説します。区では郷土の文化財として保護する必要があると認めたものを中央区民文化財として登録しており、令和4年度は新たに1件が登録、1件が指定されました。こちらは新たに登録された一等水準天標石公務号です。こちらは一等水準天標石公務号になります。公務号は日本の標高を測る際に利用される水準点で、明治24年に新川2丁目31番と32番の境あたりに設置されました。公務号の名前の由来は、水準路線という全国の水準点を線で結んだものが交差することを示す公とゼロを意味する無号を合わせたものです。日本の標高は干潮時と満潮時の海面の高さの平均をもとに求められており、海面の高さを観測する施設を検潮所といいます。現在東京湾平均海面を求めるための検潮所が霊岸島から神奈川県の油壺に移ったことで、東京湾平均海面と日本水準原点等をつなぐという公務号の役割はなくなりましたが、一等水準交差点として水準測量の精度を高めるために利用されています。公務号は日本の標高の基準を定める際に重要な役割を果たしたもので、新川に東京湾平均海面を求めるための検潮所が置かれたということに関連する資料になります。また現在も公務号は水準測量に利用されており、
新旧の役割を合わせ持つ貴重な資料になります。今回区民文化財に登録された一等水準点標石公務号は明治24年の標石を昭和5年に作り替えたものになります。香川県小豆島産の花崗岩が使用されており、四隅が丸くなった柱のような形状をしています。中心部には水準測量で利用される標尺を据えるための吸分体が作られていて、背面には水準という文字が彫られています。明治24年に設置された箇所から移動し、現在は中央大橋のたもとに設置されていますので、近くにあります霊岸島水位観測所のモニュメントと合わせてぜひご覧になってください。続いてご紹介するのは、新たに指定された佃住吉公の獅子頭龍虎黒駒です。こちらの資料は佃一丁目の住吉神社の祭礼の際に飾られる獅子頭についてなります。佃地域では、龍と虎の頭の獅子頭を龍虎、もう一つを黒駒と呼び習わしています。それぞれの獅子頭には剣または尻尾と呼ばれる付属物を持っています。江戸時代から住吉神社で行われる本祭りは佃祭りとも呼ばれ、現在は3年に1回行われています。本祭りでは獅子頭の宮出しや八角みこしの宮出しなどが行われ、獅子頭の宮出しは魔除けや露払いの意味を持つとされています。本資料の龍虎と黒駒の獅子頭もかつてこの宮出しに使用されていたものと伝わっています。龍虎は双方とも寄せ木作りで漆塗りが施されています。制作年代などは不明ですが、天保3年の唐都歳時記という書物に佃島住吉明神祭礼として龍虎の頭を渡すとの記述が見えます。現在の龍虎は巡行せず、祭礼中は佃の町内に庭と呼ばれる仮小屋を作り、その中に供物とともに安置されます。龍虎の庭は庭師に依頼して植物などを使用して飾り付けられます。黒駒は双方とも寄せ木作りで、表面は黒漆が塗られております。耳が着脱可能です。収納容器箱の蓋裏に文政2年の墨書があり、この文政2年が制作年代である可能性があります。黒駒も祭礼中の巡行はせず、町内に設けた仮小屋に安置されます。ただしこちらは庭は作られません。資料は住吉神社の祭礼と佃の人々の信仰儀礼に密接に結びついてきた資料です。火事の際は真っ先に守るよう言い伝えられるなど、現在も地域の人々に大切に守られ、精神的支柱とも呼べる存在であることから、指定有形民俗文化財にふさわしい資料であると言えます。今回ご紹介した2つを含めて中央区民文化財は指定7件、登録103件となりました。なお中央区民文化財については郷土天文館タイムドーム明石にお問い合わせください。登録、指定、合わせて110件にも上る中央区民文化財、区ホームページにもまとめられていますので、ご興味のある方はご覧ください。続いて中央区からのお知らせです。高化学スモッグは自動車や工場などから出る窒素酸化物などが紫外線により高化学反応を起こし発生します。日差しが強く風が弱い日に発生しやすく、目がチカチカする、喉に痛みを感じるなどの症状が出ます。このような日には外出を控え、症状を感じたらすぐに保健所まで連絡してください。さて、お伝えしてまいりましたこんにちは中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は5月1日日曜日です。それでは